こんなんなっても俺にやられたこと誰にも言えねえんだぜ。わかるか、俺が怖えんだよ。鬼塚ちっとは土下座する気になったか。おお、バカ野郎、土下座すんのはてめえの方だ。冴島君を一発で。強すぎる。てめえら俺にタメ口聞くなんざ10年早えんだよ。本当に強かったんですね、栄吉君。だけど俺はもう。ならどうしたんだよ、鎌田。そんなんで俺に勝てっと思ってやがったんか。ざけたことこいてんじゃねえ。負け知らずはてめえだけじゃねえんだよ。誰がてめえみてえな野郎に負けっかよ。これからだ。まだまだくたばるんじゃねえぞ、こら。この野郎、鬼爆だかなんだか知らねえけどよ、調子乗ってんじゃねえぜ。ぶち壊してやるぜ、そんなギャランか。ジェーブ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 つれえ、あの鎌田君が一発も入れらんねえなんて。違いすぎる。これが鬼爆。21。あら、どうした、まだ21発だぞ。鎌田君、どうしたんだよ鎌田。まだ負けていいとは言ってねえぞ。誰が負けたって言ったんだ。てめえなんか負けっかよ。俺は誰にも負けやしねえんだ。鎌田君、待ってください。放せ、死ね、鬼バカ。光もん出したぐらいで俺に勝てると思ってんのか。なんだこいつは。うーらー、まともじゃねえ。キャラが違いすぎる。強すぎるよこいつ。勝てるわけねえ、こんなやつに。きっちり借りは返したぜ、鎌田。リュウジやるじゃねえか、こいつ。おめえもな。そういや、誠が裏切ったって本当か。なわけねえだろ。二人で殴り込みかけたんだよ。俺が危ないところを助けてくれてよ。鬼塚君、ありがとう。これからも頼むぜ、誠。鬼塚君。もちろん、女の方もな。誠のやつも頑張ったよな。ああ、やっぱこれからは女女って言ってねえで男らしく生きようぜ。そうだな。彼女、可愛いね。どっか遊びに行こうよ。どうしよう。いいじゃん、いいじゃん。うん。誠こりゃ、てめえ人がせっかく情けかけてんのに抜け駆けしてんじゃねえよ。あ、すいません。舐めてんのか、てめえ。いいやろ、一振りぐらいこっちやらせろ。やってないで来てくれるのかな。怒りゃしねえよ。
しみるぜ。まったく鬼塚の野郎、人が伸びてるところへ水ぶっかけて、お、飲みに行くぞだってよ。人舐めきんのも程があるっつもんだよな。まあいいじゃねえか、結局負けちまったんだからよ。なんだよおめえ、妙に塩らしくなっちまいやがって。悔しくねえのかよ。悔しいよ、悔しいけどよ、すっきりしまったのよ俺は。そうだな。いやー久しぶりだな、セントも。やっぱ風呂はこう広くなくちゃな。お、鬼負け。あ、誰だと思えば鎌倉の負け負けコンビじゃねえか。おいこら、調子こいてんじゃねえぞ鬼塚。あれで俺に勝ったつもりなら大間違いだぜ。ああ、おめえまだ俺に勝てるつもりでいるんじゃねえだろうな。上等だぜ。もう一回分からせてやるよ、俺の強さってやつをよ。おう、やってやろうじゃねえか。おな何ジロジロ見て笑ってんだよてめえは。喧嘩の強さの割には結構可愛いもんぶら下げてんじゃねえか。が話をそらしてんじゃねえよバカ。しかも皮までかぶっちゃって。さえじまてめえ。本当だ、栄吉のもんこんなに小さいとは。てめえはどうだってんだよ龍二。まこんなもんかな。おお、結構やるじゃんガンマモン。そういう冴島こそ相当使い込んでんじゃねえのか。し、物の大きさが何だってんだよ。かまった。ガキじゃあるめえし、いい加減大人になるよな、おめえらも。そういや、やけにでけえタオル巻いてるな。隠してるとしか思えねえな。なんか文句あんのかよ。あっ、なんか隠してるな、こいつ。やめろ、てめえら。あこいつ生えてねえでやんの。黙れ、多少男。なんだと、やんのか、このうなぎ野郎。うるせえ、この皮付き緑亀が。よう、おめえら大将が揃って何やってんだよ。なんだよおめえ、そのとてつもねえ、ものは。ああ、こいつのことか。まあな、ずいぶん鍛えたからな、実戦で。ん？なんだよそのボコッとした膨らみは。ああ、これか、真珠だ。真珠？2年前に詰めた。2年前ってお前、12あれ、どうしたんですか、みんな揃っちゃって。何盛り上がってたんですか。あ、もしかしてみんなで物の大きさクラブやってたんでしょう。で、誰が一番大きかったんですか。なめとんだろ。